皆さんこんにちは。今回取り上げるのは人気バンドアレキサンドロスのボーカル兼ギターの川上洋平さんです。甘いマスクで有名な川上洋平さん、彼女の存在など気になりますよね。そこで今回はそんな川上洋平さんの経歴や歴代彼女をご紹介いたします。簡単なプロフィールからご紹介します。生年月日1982年6月22日、出身地神奈川県川崎市、身長181センチメートル、血液型 A 型。まず川上洋平さんの経歴についてですが、川上洋平さんは1982年6月22日に誕生し、幼稚園まで川崎市に住んでいました。その後シリアに行くまでの間、どこに住んでいたかは不明ですが、小学3年生からシリアに引っ越すことになります。家族は両親と圭氏がいましたが、圭氏はシリアに行かず日本に残っていたようです。さらに10歳年上のお兄さんについては有名なエピソードがあります。川上洋平さんがシリアに行く前にウォークマンとガンズ&ローゼズの曲が入ったカセットテープを渡して、外人に舐められんじゃねえとガッツをくれたと言います。その時に渡されたのがデビューアルバムのアペタイトフォーディストラクションで、1曲目のウェルカムトゥーザジャングルが川上洋平さんと洋楽の出会いでした。かなりインパクトの強い洋楽を小学3年生の時に聞いたということもあり、強く印象に残ったことでしょう。またお姉さんに関してはシリアにいる川上洋平さんにミスター・チルドレンの CD やダウンタウンのビデオなどを送ってくれていたといいます。この時に送ってもらったアルバムアトミック・ハートがミスター・チルドレンとの出会いでした。川上さんが暮らしていた90年代にはスマホや YouTube、SNS も存在していません。家庭にインターネットが普及したのが90年代後半だったそうで、シリアとの連絡方法は電話か郵便物しかなかったといいます。それでもお姉さんは離れて暮らす弟のために日本のものを送り、常に日本の情報を教えてくれていたそうです。そんな弟思いの優しいお姉さんは今でも時々メンバーに料理を差し入れしてくれ、今も変わらず優しいお姉さんであることがうかがえます。中学校はシリアのインターナショナルスクールへ進学し、当時は父親の仕事の都合で中東のシリアに在住して、現地のインターネット上やツイッターに通学しています。そのため川上さんは現在でも中東なまりの英語を話します。中学生の時代は日本の勉強が遅れないように週1で補習の学校に通っていたそうです。先生は日本の大学からの留学生がほとんどであったため、その中の一人にギターやロックのことを教わっていたといいます。この時周りにバンドマンになりたいと公言し、校内でしかとされるなどいじめにあっていたとか、こうした辛い時期もどうにか乗り越え、中学3年生まで6年間のシリア生活を終えて帰国することになりました。それでもこのきっかけがなければバンドマンを目指すことも英語が達者になることもなかったかもしれないと思うと、良い経験になったかもしれませんね。ちなみに中学1年生の時くらいに初めて聞いた曲がサムマイトセイだったといいます。このオアシスに出会うきっかけになったのは衛星放送の MTV でした。これを見て衝撃を受けた川上さんはすぐにテープを買いに行ったそうですが、西洋文化を禁止したイスラム圏のシリアに CD 屋がなく、海賊版のテープを買うしかできなかったといいます。同じ時代の日本になら確実にあるものですが、シリアにいてなかなか手に入るものではなかったからこそ、音楽の世界に魅了され虜になっていったのかもしれませんね。なお川上さんは中学3年生の時に帰国して日本の中学校に編入していますが、校名などは不明です。そして県立の共学校の八坂西高校へ進学しました。この高校は2008年に同じ敷地内にあった兄弟校の八坂東高校と統合され八坂高校になり、さらに2020年に相模原清涼高校と統合されて相模原八坂高校になっています。アレキサンドロスのメンバーの白井雅樹さんはこの高校の同級生で、庄村里康さんは1学年下の後輩です。川上さんは白井さんと仲が良く、オアシスのコピーバンドを組んでいました。高校時代は庄村さんとは挨拶をしたかしないか程度の中で、話したことはなかったとインタビューで述べています。ただし庄村さんは当時からドラムのテクニックに秀でており、川上さんもすごいドラマーがいると学校の噂になっていたと述べています。加えて川上さんは文化祭でのパフォーマンスが高校時代の一番の思い出と述べています。バンドを組んでボーカルとしてライブをした文化祭の後夜祭りです。体育館のステージに立った瞬間、
ロックミュージシャンになりたいって気持ちが湧いてきました。ここが俺の輝ける場所なんだと思う。その時一緒に演奏したのが今のバンドのギターだし、あの瞬間いろんな奇跡が生まれたと感じています。この時の演奏は大いに受けたことから、川上さんはミュージシャンを目指そうと考えたそうです。川上洋平さんは高校卒業後は青山学院大学に進学しています。ちなみに川上さんがこの大学に進学したのは、青山学院大学が桑田佳祐さんなど多くのミュージシャンを輩出していたからです。そのため大学に進学時からプロのミュージシャンを目指していました。大学生時代は後にアレキサンドロスのメンバーとなる磯部博之さんに出会います。当時彼女と別れたばかりで落ち込んでいた磯部さんを誘い、デビューを目指し大学1年生の時に本格的にバンドを結成しています。このバンドこそ幾多のメンバーチェンジを経て後にアレキサンドロスになったバンドです。ちなみに最終的にはメンバー全員が学生時代の友人となったことから、川上さんは学生時代について次のようにインタビューで話しています。親友を学生時代に作っておくってことはすごい大事なこと。今友達って言ったらやっぱり高校大学時代の友達、磯部博之くんも大学時代の友達だし、白井くんも里安くんも高校時代の友達だし、他の親友もやっぱり学生時代からの人がほとんど。学生時代に知り合ったメンバーが今こうしてバンド仲間として活躍できているのも、友達の絆をずっと大切にしてきたからかもしれませんね。しかし在学中のデビューはできなかったことから、川上さんは大学卒業後は広告代理店にサラリーマンとして就職します。インターネット上には就職先の広告代理店を電通や博報堂ではないかとする情報もありますが、川上さんは社名を明らかにしていないので勤務先の詳細は不明です。28歳だった2010年にバンドがメジャーデビューすることになり、広告代理店は退職しています。ただし父親には反対されてしばらく確執が続いていたといいます。それでも今となっては父親も全力で応援してくれ、曲を聴いたという報告を10個のハートマーク付きのメールで送ってくれるとか。当初はシャンパンというバンド名で活動していましたが、2014年にバンド名をアレキサンドロスに改名しています。そして2016年にリリースした6枚目のアルバムイグジストがオリコンランク1位になって人気バンドの仲間入りを果たしています。以降はコンスタントにヒット曲をリリースしています。続いて川上さんの歴代彼女についてご紹介します。歴代彼女1、飯豊まりえさん。飯豊まりえさんと川上洋平さんは2013年 MV 涙がこぼれそう、2017年映画今日のキラ君で共演しています。 MV での共演をきっかけに出会ったと言われている川上洋平さんと飯豊まりえさん。その後飯豊まりえさんがアレキサンドロスのライブをたびたび訪れていたことから熱愛疑惑が生まれたようです。川上洋平さんが所属するアレキサンドロスは飯豊まりえさん主演映画の主題歌を担当、川上洋平さんは同映画で先生役として出演しています。アレキサンドロスが飯豊まりえさんの主題歌を担当することは MV で初共演した時からの約束だったんだそうです。プライベートでのツーショット画像も多い川上洋平さんと飯豊まりえさん。しかしその後熱愛報道などはされていないため、友人として仲が良いのではと言われているようです。歴代彼女に永井佳林さん、職業飯豊まりえさんの元マネージャー。噂になった時期2017年頃、永井佳林さんは飯豊まりえさんの元マネージャーとして活躍していました。川上洋平さんと永井佳林さんが交際しているのではという噂は2017年頃からファンの間でささやかれていたようです。噂になったきっかけは2018年に永井佳林さんがインスタグラムに投稿したことがきっかけでした。インスタグラムには川上洋平さんのライブの VIP 席を訪れていたと記載されていたようです。永井佳林さんが匂わせていたのかどうか、これだけでは判断が難しいですね。永井佳林さんと川上洋平さんはその後目撃情報などもなかったことから、交際していたというのは噂に過ぎないのではと言われています。歴代彼女さん、チャミューさん、職業一般人女性。噂になった時期2014年頃、川上洋平さんと一般人女性チャミューさんが交際していたのではと噂になったのは SNS に投稿された画像がきっかけでした。 ZOZO タウン運営の SNS ウェアに投稿した画像、川上洋平さんとのツーショット画像だったため
熱愛疑惑が浮上したようですね。しかし一般人女性チャミューさんは川上洋平さんのライブを訪れていたことが判明しており、運よくツーショット画像を撮ってもらえただけなのではとも言われています。歴代彼女4、梅村ひな子さん、職業サイレントサイレンの元メンバー。噂になった時期2018年頃、川上洋平さんと梅村ひな子さんはロックインジャパンフェスティバルなどで共演しています。ライブでの共演をきっかけに親密な関係になったのではと推測されている梅村ひな子さんと川上洋平さん。ブレスレットやスマホケースがお揃いと匂わせ疑惑が浮上したようです。しかしその後熱愛報道などはされていないため、交際していた可能性は低いのではとも言われています。歴代彼女後、菅野美穂さん。菅野美穂さんと川上洋平さんは2021年ドラマうちの娘は彼氏ができないで共演しています。川上洋平さんと菅野美穂さんはドラマ内でのキスシーンなどからお似合いと熱愛疑惑が浮上しました。しかしその後、川上洋平さんと菅野美穂さんにデートの目撃情報などはなく、仲の良い共演者だっただけなのではと言われています。歴代彼女6、清水文香さん。清水文香さんと川上洋平さんが噂になったのは、清水文香さんの本全部言っちゃうねでの暴露がきっかけでした。清水文香さんは元彼の特徴として、人気ロックバンド、大型音楽フェスでヘッドライナー経験がある、若者に人気、映画の主題歌を担当、清水文香さんと共演、既婚者であることを挙げており、川上洋平さんのことなのではとファンから悲鳴が上がりました。清水文香さんの元彼なのではとの疑惑が浮上した川上洋平さん。しかし川上洋平さんは既婚者ではなく、後に清水文香さんが暴露したのはカナブーンの飯田悠馬さんだったということが判明しています。川上洋平さんと清水文香さんの熱愛関係はデマだったということになりますね。そんな川上洋平さんですが、結婚を認める発言をしていると一部で噂になっていたようですが、本当なのでしょうか。結論から申し上げますと、川上洋平さんが結婚を認める発言はしていないことが判明しています。川上洋平さんが結婚を認める発言をしたと噂になったきっかけは、前述した清水文香さんの暴露本だったようです。清水文香さんが元彼の特徴としてとコメントしたため、特徴と一致する川上洋平さんは既婚者なのではとの疑惑が浮上したようです。清水文香さんの元彼ではと言われていた川上洋平さんですが、前述の通り川上洋平さんではなくカナブーンの飯田悠馬さんだったことが判明しています。そのため川上洋平さんが結婚を認めるというのはデマ情報だったということになりますね。しかし川上洋平さんは現在熱愛が報じられた彼女はいないということが判明しています。いかがでしたか。バンドはメジャーデビューするまで時間がかかりましたが、デビュー以降は順調にキャリアを重ねて人気バンドになっています。川上さんはほぼ全曲の作詞作曲を手掛けるなど、バンドの中心的な存在です。今後のさらなる活躍にも期待が高まりますね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。